紹介したいと思います。突然ですが、僕は前回の動画でオーストラリア留学初日から6ヶ月のリアルを暴露し、半年の留学で英語を話せるようになったと思いきや、実は表面的で薄っぺらい、いわゆるペラペラな英語しか喋らなかったというお話をしました。ということで今回は留学6ヶ月から1年のリアルと本物のペラペラになるための勉強法について紹介したいと思います。それでは行きましょう。まずオーストラリア留学初日から6ヶ月のリアルはざっくりこんな感じで、いい感じに英語が話せるようになって留学が楽しくなってきた矢先、大勢友の恋愛相談に乗ったら全く英語が喋れず、慰めるどころか火に油を注ぐの逆みたいになってしまい、深い話になると何も話せない自分の英語力の雑魚さに絶望したっていうのが完全のハイライトですね。じゃあその後どうやって英語力伸ばしたのって話が、留学6ヶ月から12ヶ月目に詰まってるわけですが、具体的な勉強法を紹介する前に、まずなぜ僕がクソみたいな英語力で赤打ちになっちゃったかっていう話をするんですけど、その原因は大きく3つありまして、1つ目は自分の英語力を盛大に勘違いしてたってとこで、留学6ヶ月経っても英語力はクソ雑魚なんですけど、ある程度海外生活に慣れたせいか自分喋れるやんすごいと自分の英語力に満足して全く勉強しなくなるって感じですね。2つ目は知識量が雑魚すぎたってとこで、これは英語の知識じゃなくて一般的な幅広い知識のことなんですけど、まず日本語でわからないことは英語でも話せないんですよね。例えば僕のおじい様はオーストラリアフットボールという、簡単に言うとサッカーとアメフトとラグビーを混ぜたような激アツスポーツの大ファンで、毎日僕にその話しかしなかったんですけど、当時僕はそのスポーツのこと全然知らなくて、いつも愛想笑いでやり過ごして家に帰って今日も喋れなかったって毎回泣いてたんですけど、そもそもこれは英語力以前に知識量の問題だってことに気づかなかったんです。3つ目は日常会話を目指してたってとこで、日常会話ってそもそも範囲がでかすぎるんですよ。僕たちがイメージする日常会話ってなんとなく英語で楽しく会話してるって感じだと思うんですけど、何気なく会話してるようで実は大量の知識が必要だし、何が飛んでくるかわからない相手の質問や話の振りにも対応しなきゃいけないっていう、もうめちゃくちゃ高度な作業なんですよ。でも僕はそれに気づかず、ただ英会話フレーズを学んでするというような薄っぺらい勉強しかしてこなかったわけです。もう最悪です。ほんでこれじゃダメだなってことで、この3つの原因を1つずつ潰していくことにしたんです。で実際僕がやったのは、まず自分の英語力にきちんと向き合うってことで、4技能の中で自分は何ができて何が足りないのかっていうのを正直に洗い出したら、全部クソ雑魚レベルだということが判明してめったに崩壊したんですけど、それからリスニングにはシャドーイング、発音には洋楽学習といったように、足りない部分に適切な勉強法を割り当ててひたすら実行するっていうのをしました。2つ目は、分からないことはまず日本語で調べるってことで、今までは留学してんだから調べるのも英語だろと日本語を使うことに抵抗があったんですが、正直知識を蓄えるって作業は英語でも日本語でも変わらんし、むしろ日本語の方が理解が早いってことに気づいたので、まず日本語で調べて全体像を掴んで、それから英語で学ぶという方法に切り替えました。3つ目は深掘り英会話で、簡単に言うとあるトピックについて深掘り、それについて独り言で英会話をするという方法で、具体的にはまず自分が興味のあるトピックを決めて、日本語で調べてざっくり全体像を掴む、次に英語で調べていくつか記事を読んでみて、トピックについて思うことを誰かに説明する感じで独り言、最後に言えなかった表現を調べるって感じですね。僕の場合コーヒーが大好物なので、カフェの店員さんと話せるようにコーヒー豆の種類や作り方を調べて、それを自分で語れるくらいまで独り言で練習、ほんで実際にカフェに行って店員さんに話してみるみたいなことをしてましたね。でこれが留学7ヶ月目から8ヶ月目の話なんですが、8ヶ月目から10ヶ月目はコロナの影響でロックダウンが始まり、人に会えないどころか外に出れなくなってしまったので、その間はひたすら部屋にこもって深掘り英会話をしてましたね。そして留学11ヶ月目、留学ラスト1ヶ月を切った段階で、奇跡的にコロナ規制が緩和し、街も以前のように元通り、カフェも再開したとのことで、一目散に僕の親友が働いているカフェに直行し、その友達と3ヶ月ぶりに再会して、いわゆる日常会話をしたんですよね。したらその時に僕、めちゃくちゃ喋れたんですよ。話題はキョロナの話がメインだったんですが、僕は深掘り英会話でこことばかりにキョロナについて調べまくり、ひたすら独り言で政府に物申す、いわゆる自称キョロナ評論家になってたので、キョロナ大丈夫だったという表面的な話から、日本では今こんな状況でこんな政策をしてて、というような深い話までできたんです。この時に初めて英語を話す手応えがつかめたんですよね。これは嬉しかった。ほんで留学ラスト1ヶ月、どんどん話してレベルアップするねと気合を入れていたその時、ロックダウンが解除されて初めてのサッカーの試合で僕は盛大に顎骨折、そのまま救急車で運ばれて緊急入院からの緊急手術をすることになりまして、で手術前に医師の方々から怪我の症状や事故発生時の状況、顎の感じなどを質問攻めされたんですけど、もう何が何だか分からなくて、まずそもそも顎がぶっ飛んでパニック状態だし、顎骨折がどんなものかも分からないから、日本語で顎割れるって調べたらアンタッチブルのザキヤマが出てくるし、なんなら俺の顎ってさみたいに自分の顎について深掘りもしたことないから、もう何話せばいいかも分からなくて、もう絶望。でもそんなことも言ってられないから、マイチンペインペインベリーマッチみたいな、めちゃくちゃな英語で必死に伝えるしかなかったんです。でもそしたらね、伝わったんです。いや全部伝わった
伝わったかはわからないけど、自分が伝えたいことはちゃんと伝わって、そのまま手術室に直行。で、無事手術が終わって気づいたらベッドの上で、ほんでその4日後に退院したんですけど、この経験をして心から思ったのは、英語は本気で伝える努力をすれば伝わるんだなってとこです。今まで僕は人前で間違えるのがすごく怖くて、正しい文法や正しい発音で英語を話さないとと思ったり、自信がない時はわざと英語を話すのを避けたりしてたんです。しかしこの経験を通して、もちろん正しい英語も大事だけれども、一番大事なのは間違いを恐れず、恥ずかしがらず、どんな形でもいいから自分の思いを相手に伝えることだってことに気づいたんです。これは僕の留学史上最大の発見でしたね。ってのが12ヶ月目でした。これまで散々英文法とか単語とかシャドーイングとか独り言英会話とかやったのに、一番大事なところでめちゃくちゃな英語になって、結局伝えることが大事とかいうクソ意味とかの話になってしまいましたが、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。おかげさまで僕のアホはほぼほぼ完治して、日常生活に支障はありません。ご心配ありがとうございます。ただその中で唯一未だに食べれなくて辛いものがあります。それはスルメ。